はいどうも、全力絶叫日 YouTuber、ビモリです。メしヤ橋、B リです。本日1月2日、もう昨日もね、あの、松田選手の件でちょっと、無事切れたんですけど、本当に、この正月早々、2日連続ね、こんなこと言いたくないんですけど、えー、本日1月2日、毎年恒例、トンネルズのリアル野球版、タカさんとのね、あの、 勝負ですけど、えー、今年はなんと侍ジャパンチームプラスアルファ緊急参戦。我らがオリックスバファローズ、杉本裕太郎選手がね、出場ということで、非常にね、オリックスファンとしてもかなりね、胸を高鳴らせてね、あの、見てたわけですけども、最初から。もう今日はちょっと見ましたよ。はい。あのー、もう結論から、まあ、どういう結果になると言いますと、えー、ダブルプレイ3つ。まあ、ヒットは2本落ちましたけども、 結局、侍ジャパンチーム、石橋ジャパンに最後サヨナラ負けして。まあ正直この月三3つどれか1本でもヒットなら、普通に侍ジャパンは勝ってた。まあいわば、まあ大先輩って感じですね。ラオウ選手。はい。<laughs> お前最高 <laughs> お前ようやってるお前らを言わせし <laughs> これですよ 本当にオリックスに求めた選手は。正直ね、あの、心配した部分もありましたよ。多分ね、普通の野球ファンの方々、ね、日本シリーズからオリックス見出した方々とかは、ちょっとね、ラオー選手に、この今シーズンね、ビッグボスの影響に抜けた杉谷選手の代わりをね、担うような盛り上げ役のキャラをね、期待してたと思うんですけど、ただ、オリックスファンの方ならちょっとこれ分かると思うんですけど、ラオー選手、そんな喋り上手じゃないんですよね。<laughs> はい。 いや、ま、これちょっと失礼かな。あの、だからその、何、ま、あ面白い、あの、いいキャラクターはしてるんだけども、やっぱその、テレビで出て、その、面白いこと言ったりとか、チンプレイ、高プレイでも、ビッグボスに、コメント普通って言われたじゃないですか。そうなんですよ。あの、そういうところがあって、このテレビの場合ではちょっともしかしたら、この全国のプロ野球ファンの期待に添えるかな、ちょっと心配してたブーありまして、ま、あこの心配してた通り、この序盤はなかなかね、あの、喋る幕を与えられず、 えー、二回目のダブルプレイも早送りでダイレストにされるという、オリックスプリオンフつけたわけですけども、あの、徐々にね、バットに塩をぶっかけたりとか、そのままその塩をね、丸呑みして、ちょっとね、高血圧が心配になるようなこともしてましたけど、まあその辺から徐々にね、まあ、ラオウのキャラを出し始めて、そして極めつけは、三回目のダブルプレイ。一打出れば勝ち越しという場面で、えー、会心の一撃。えー、スタンドに向けて会心の一撃。これはもう勝負ありかと。というところで、まさかのフェンス直撃。 ダブルプレイ。ラオウそのままバッターボックスに焦点。よっしゃ。お前最高かお前これで石橋ジャパンにいじられ続け。そして延長戦でラオウ選手は起死回生の勝ち越しタイムリーヒット。ええ、しっかり汚名返上を果たすと。しかし最終回にはサヨナラで負けるという。このもうテレビ的にはね、もう今日の間違いなくラオウ選手ですね。いや本当にね、今日のラオウ選手の活躍は本当ね、もう叩いたいんですけど。ただちょっと一個引き捨てならなかった。 コメントがありまして。今日、千賀投手がね、あの、非常にバッティング調子良かったじゃないですか。で、まあ、もう、ピッチャーにしては。まあ、その千賀投手のバッティングを見て、この杉本裕太郎選手、あの、話したコメント。来年、オリックス後編かな、つって。うん。お前、それ俺のセリフよ、お前それ今日の動画で俺が言おうとしてたこと全部ラオウが代弁しちゃいました。ええ、オリックスに勧誘するのは俺の仕事やね。もう、テレビで全部やっちゃって、もう全部仕事しちゃったよ。 仕事しすぎラオ。そのセリフは俺に言わして。千賀投手オリックスに来い俺のセリフ。元忖度オールスターズとして。ね、元ね。もう解散したけどね。だからそこはちょっとラオイに勝つですね。勝つを入れたい。地上波でビーモレリズムを継承しすぎてる。うん。そこはちょっと勝つを入れたい。俺が動画で喋ることがなくなる。まあ普通にまあちょっと改めて言わせてもらうと、まあ千賀投手は今日のバッティング見ても思いました。もう今すぐにでもオリックス来ください。 あの、紅林ファンの千賀投手。もう昨シーズンの後半はもうオリックスの一員だと思ってますから。もう千賀投手はもう来年オリックスに来てください。お願いします。はい。えー、ということで正月早々ね、野球界が盛り上がってますけども。ま、あと一個最後に。えー、昨日の格付けでビッグボスがカエルの肉を食べた件については救えません。